カップヌードルカレー味を少しだけ美味しくする方法をご紹介しますじゃよ。何せんかこら超美味しくしたらんかい。焼き鳥缶を湯煎で温めますじゃよ。もう春ですね。新しいことにチャレンジしてますか。しなきゃいけねえのかこら。中学の腐った生活指導の時間かこら。焼き鳥缶をオープンして入れますじゃよ。汚ねえなこら。お湯とっかえタレや何再利用してんだこら。貧乏人が何生意気言ってんだこら。黙らねえとおめえの甘水にするぞこら。よっしゃー飯だ。いただきます。カレーと燃え尽きそう。ホテルからだから。 DRF かこら。本日の要潤、イヤホー、ソーシーとケチャッピーを入れる。これらを入れるとカレーが異次元のうまさになりますじゃよ。だったら最初から入れたらや何ネタを出し渋ってんだこら。魔法の箱に入れて超美味しくなったご飯を使います。レンチンしたんちゃうん。計算的に言ったらんかい。ここでお知らせです。3月21日に通常動画をアップしました。見てねだに。良い子のお友達とマリサお姉さんとケモジャお兄さんとのお約束だよ。なんで私だけ仲間外れにされてん